マーサことフランシスコ・ハビエル・ロドリゲス・ピネドはメキシコ・マサトラン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF。PSV 時代2002年にメキシコの CD ・グアダラハラでプロデビューし、2006年にはリーグ優勝に貢献した。2008年5月9日、オランダの PSV ・アイントホーフェンへ3年契約で移籍することが発表された。 11月25日、ヘラクレス・アルメロ戦で28メートル離れたところから、初ゴールを決めた。デビューシーズンはベンチを温めることが多かったものの、徐々に、レギュラーに定着していった。2011年7月14日、ドイツの VFB ・シュトゥットガルトへ2014年までの3年契約で、移籍した。ナオコの移籍を機に、出身地のマサトランにちなんだ登録名、マーサを、 本格的に使用している。10月22日の 1FC ニュルンベルク戦で移籍後初ゴールを決めた。2013年1月3日、母国メキシコのクラブアメリカへ移籍した。2014年6月、クルスアスルへ移籍。2017年6月8日、新たにリーガ MX へ昇格するロボスデラブップに加入することが発表された。メキシコ代表として、 アテネオリンピックメンバーに選ばれ、マリー代表及び韓国代表戦に出場した。2006年4月2日に A 代表初招集を受け、2006FIFA フフワールドカップにも出場し、ポルトガル代表戦に出場した。コパアメリカ2007にも出場した。ありがとうございます。